この動画には以下の要素が含まれています。それでも平気な方はゆっくりしていってね。パプニカさん賢者が一人、アポロさん、20歳。同じ三賢者のマリン、エイミと同様に、パプニカ王国守りの要、レオナの側近の一人って感じだな。その中でもアポロはリーダー格で、世界サミットのための各国への施設など戦い以外にも奔走します。レオナがすごいのはもちろんだけど、三賢者が優秀で助かったって部分もあるだろうな。パプニカ王国を象徴する3つのシンボル、太陽、海、風、のうち太陽のシンボルを与えられています。この辺りのシンボルと名前は安直すぎる気もするな。アポロはそのまんまローマ神話で太陽神ですからね。ドラクエとか関係なく、いろんな作品にアポロに近い名前のキャラが登場するよな。攻撃防御どちらの呪文も扱う賢者ですが、おそらくパプニカさん賢者最強の使い手です。大立ち野蛮の人たちには劣るけど、人間の中では優秀、って感じのイメージだ。アポロの作中での活躍といえば、初登場の頃に対峙したフレイザードとの戦いが浮かぶでしょう。レオナたちを守った戦いだな。結局フレイザードには敗れてしまうわけですが、本来ブレス系の威力を軽減呪文であるフバーハを使って、フレイザードのブレスを完全にシャットアウトしてみせたのは、アポロ自身の賢者としてのレベルの高さが伺えました。その後のフィンガーフレアボムズにはなすすべがなかったようだが、さっきも言った通りフバーハは対ブレス用の呪文なので、攻撃呪文には効果がありません。防御呪文で対抗するなら魔法感確かないか。フレイザードとの戦いで負傷した以降は国のため戦う意思は見せるも、主だった戦いに参入している様子はなく、逆に、前線に飛び出していっているレオナに代わり、パプニカの再建と防衛という重要な任務を担っています。パプニカが戦場だった祈願城との戦いでも、最後までレオナや国家元首の守護についてたもんな。この時も実際活躍したのは、メルルだったりレオナだったりしますけどね。護衛対象のレオナが頑張りやなのも、アポロの印象を薄くしてるかもしれないな。戦いではポップたちに遅れを取るのは明らかですから、各国首脳を護衛するのも立派な仕事ですよ。それにしてはアポロよりもっと弱そうな奴らが飛び出していってたけど、彼らでは護衛すらままなりませんから。その後もレオナはパプニカを離れることも多かったので、アポロが代行を務めていたようです。これでまだ20歳なんだもんな、将来有望すぎないか？レオナがまだ14歳なので、今後のパプニカ王国には期待しかありませんね。この世界のその後を考えるのは楽しくもあり恐ろしくもあるな。アポロさんは、その世界を救った英雄の一人でもあります。何かしたっけ？忘れてはいけませんよ。彼は世界を破滅させそうになったクロノコアの六芒星。その一柱を凍結させた英雄の一人です。ああ、そうだったっけ。ノバや偽勇者、たびたび話題にするからフォブスターさんは覚えているけど。バルジ島に落とされたピラーオブバーンのクロノコアをヒャド系呪文で凍結させた英雄です。これがなければダイがバーンを倒していても無駄だったもんな。この件から伺えるのは、アポロはおそらくルーラを使えるのだろうということです。どういうことだ？アポロとマリンはクロノコアの爆発まであと5分もない、というところから少し時間が経ってから事態を知りました。なるほど、それだけの短時間でクロノコアにたどり着くには、ルーラを使う必要があったってことか。ですが作中の描写を見る限り、アポロとは別のクロノコアを担当したマリンはロープで塔を登っています。ルーラは使えるけど飛べルーラはできないってことか？おそらくアポロとマリンは一緒に行動していたはずなので、どちらかのルーラで相手を届けることができます。まあこの二人ならアポロの方ができそうだなってのはあるな。時間がないから塔の付近にマリンを落とした後で、アポロはバルジ島の塔に向かったのでは、と推察しています。貴重なルーラ使いの一人だったか。もともとパプニカにはバロンというクソ賢者がいて、彼はルーラを使用している様子なので契約自体はできたはずです。それでもエイミとかがルーラを使えないのは実力不足。か？やっぱりアポロさん、貴重な人材です。間違いない。それではここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。また見てね。